切符をお持ちでない。あなたのポケットで光っているそれは切符ではないのですか？切符を拝見。一晩限りの特別列車、夢のような旅が始まるよ。外を見てごらん。さあみんな、食堂車に集まって、クリスマスディナーが始まるよ。とっておきだよ。大人も子供も関係ない。夢を見たい人はみんなこの列車に乗ればいいんだよ。乗って乗って。24時発ドリームエクスプレス、間もなく発車だ。ほらガキども、急げ。奇跡を起こせ。星空に決まった線路はないんだよ。さあどこに向かおうか。出発進行。すごい、星の海を列車が走ってる。これがクリスマスの奇跡なの？奇跡だ。